先生、この太ももの外っていけますかみたいな。いや、もうほぼほぼそれ腰痛です、みたいな。でもこれが分からずに仙腸関節治療して、逆に悪化しましたとかもあるわけね。はい。整体復活院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただき、ありがとうございます。このチャンネルでは、3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対してを根本的に解決していくための患者さん向けの動画になっています。もしですね、あなたが痛み止め、湿布、薬を飲んでいて、今痛みを何とかごまかしながら生活をしている、そんな方であれば、この動画を見ていただくことによって、根本的に痛みを解決していって、しっかり10年後も歩ける体を作っていけるっていうね、動画になっていますので、ぜひね、こちらを見ていただければと思います。で、今日はね、何かと言いますと、太ももの外側が痛いありますよね。これを解決していく解決法、どこが原因なのか、そしてそのメカニズム、それを紹介していきたいと思います。なんで、この外側ってね、結構痛い方多い。私も腰痛専門でやってますけども、先生、この太ももの外っていけますかみたいな。いや、もうほぼほぼそれ腰痛です、みたいな状態なんですよね。で、腰から来てる時もあれば、筋肉のこともあれば、靭帯だったりもあるし、いろんな原因でこの外側が痛いってあるんですよ。ただ、この外側が痛いっていうのはね、しっかり原因を知れば解決できる方法になっていますので、ぜひね、今回はこの外側が痛いっていうのをね、しっかり解決していく方を紹介していきたいと思います。はい、ではですね、実際本編いきましょう。はい、じゃあですね、この太もも外側が痛いっていうのに関しては、いろんなものが原因としてあるんですけども、3つ大きく今回紹介していきたいと思います。で、まず1つ目が、これ何かと言いますと、神経ですね。何かと言ったら、上電皮神経と言いまして、ちょっと難しいですね。上のお尻の皮膚って書いてね、の神経って言いまして、結構表層、皮膚って書いてあるだけで、皮膚に近いところの神経なんですけど、これがですね、結構太ももの外側まで伸びてる、下まで伸びてるっていうふうに言われてまして、ここしっかり結構治療してあげないと抜けない可能性があります。そして2つ目が、この横側に実際にある長径靭帯って言いまして、いわゆる太ももの外側にある、もう靭帯なんですよね。めちゃくちゃ強力、ってかめちゃくちゃ強い靭帯です。でもこの靭帯が硬くなっちゃって、すれずが起きちゃって、いわゆる炎症が起きてて痛みがあるっていうのが結構あるんですね。なのでこの長径靭帯かもしれないってことで、これも紹介します。で、3つ目、これが仙腸関節ですね。仙腸関節、仙腸関節ってこのお尻のとこにあるんですけども、この仙腸関節から来る関連痛って言いまして、仙腸関節がずれちゃうことによって太もも外側が痛くなるってあるんですよ。これはね、神経がどうこうとかいろんなものも関係してるんですけども、まだ原因としてはなぜ起きるのかは分かっていません。ただ仙腸関節に障害があると太もも外側が痺れやすくなるっていう統計がありますので、そこも踏まえながらね、紹介していきます。なので神経、そしたら靭帯、そして関節ですね。この3つがこの太ももストッカーって原因になっている可能性ありますので、ここをね、しっかり治療していく方法を紹介します。一つ一つの、なんで起きるのかっていうメカニズムを紹介しますね。で、まず1個目、上電神経と言いまして、これはですね、これで紹介していきますけども、この骨盤の上側ですね、骨盤の上側から出て、この足の方まで、実際ね、お尻のところら辺までしか伸びないって言われるんですけど、実際これ解剖していくと、太もものところまで伸びているんじゃないかっていうふうに言われることもあります。人によって結構変わるんですよね。で、この上電皮神経って、お腹から出た神経が、この骨盤の筋肉をギューッと超えて超えて超えて、骨盤からギューッと下に降りてきます。で、この太もの外側まで伸びるんですよ。で、この上電皮神経って、いわゆるこの障害が起きやすい。なんでかって言ったら、この骨盤の上にはですね、いわゆる広背筋とか腰方形筋とかっていう、結構硬い筋肉が通ってるんですよ。なんでこの筋肉の間をこうかいくぐってくるので、筋肉が硬くなったりとか使いすぎちゃったりすると、この上電皮神経を圧迫しちゃいます。あとは、皮膚の下、ね、皮膚の近くにあるから上電皮なんですね。皮膚なんですね。上のお尻の皮膚にある、皮膚の近くにある神経なんです。上電皮神経。で、上電皮神経が、この骨盤を超えて圧迫じゃなかったとしても、下に降りるときに、このお尻のところの筋肉ではなく、脂肪体って言ってね、皮膚とその筋肉の間に脂肪のところを通ってくるんですよ。で、この脂肪体が結構粘着質というかね、お尻ってめっちゃ何かふわふわしてますよね。これ脂肪なんですよ。で、この脂肪って結構痛みを感じやすかったりとか、刺激を加えやすかったりとか、あと硬くなりやすかったりしますね。で、硬くなっちゃうといえば神経圧迫しちゃって、この下が痺れてる、痛みがあるってことになったりとか、逆にこの脂肪が硬すぎることによって普通に外側が痛かったりします。なのでこの上電皮神経がどこかで圧迫をされてしまうと、痛み、痺
びれで最終的にこの下に行く太もも外側の痛みが出てきてしまうんですね。なんでこのお尻のところの脂肪だったりとか太もも骨盤の上のところ、ここを緩めてあげる、ここをしっかり緩めていくことが大事になってきます。で2つ目何かと言いますと、これ長径靭帯と言いまして、長径靭帯はこの太もも外側にある靭帯でして、あの膝まで行ってます。長径靭帯なので長骨といわゆるあの足の頸骨っていうところに伸びてるし靭帯になります。でこの靭帯なのでいわゆる筋肉が引っ張らないといけないんですけど、この筋肉が何がつくか、この靭帯には何の筋肉がつくかって言ったら大臀筋ね、あとは大腿筋膜張筋とか中臀筋とかっていうようないろんなお尻のでっかい筋肉はほぼほぼこの長径靭帯につながってると思ってください。ってことはお尻が硬くなる、長径靭帯が硬くなる、引っ張っちゃう、そうするとギューッと圧迫をして、ここでいわゆる外側抗筋って言って、ね、膝を伸ばしたりする筋肉もあるので、ここが硬くなってしまうことによっていわゆる炎症が起きて、摩擦が起きていわゆる怪我が起きてしまう、炎症を起こして痛みが出てしまう、まあ、こういうことが起きちゃうので、しかもこの長径靭帯ってとこも治療しないといけませんと。摩擦が起きちゃってね、硬くなっちゃってること多いですから、ここ治療しましょうってことで、3つ目何かといったら仙腸関節ね。仙腸関節っていうのはこの骨盤のとこにありますね。腸骨と仙骨の間にある関節です。でこの仙腸関節がこれはどういうメカニズムかって言われると正直私も分かりません。ただ実際にこの太ももの外側に痛みがある方に対して仙腸関節調整していくと改善しましたと、全然あるんですよ。このやっぱ関節の関連痛と言いまして、関連痛として仙腸関節がずれたりとか、アウトフリアインフリアって言ってもしますけども、こういうのが起きてしまうといわゆる同じ同側のですね、太ももの外側、いわゆるこの外側のしびれ痛みにつながりますよってことを言われてます。なんで仙腸関節の調整も必要になってくる。大きくねこの3つです。上電皮神経、もしくは長径靭帯、もしくは仙腸関節、この3つをねしっかり、私の太ももの外側の痛みしびれって何が原因なのかっていうね、今回はこの原因発見法でこの3つのどれが原因なのかを見つけていく方法を紹介したいと思いますので、ぜひね最後見てください。では原因発見法いきましょう。じゃあ実際にねやっていくんですけど、まずね上電皮神経ですね、この骨盤のところから脂肪体行くんですけども、上電皮神経結構ねこの骨盤の上越える時よりも結構脂肪体の間をこうかいくぐる時が結構硬くなっていることが多いので、この脂肪体を緩めてあげるってしましょう。例えば太もも外側が痛いとかで痛みが強くなる動き、例えば横向きとかね、横に動かすとか腰を反るとかっていうのをぜひやってみてください。でないのであればこの太もも外側が痛い場所こう触ってみて、痛みがある場所触る、今から評価って言ってね一時的に治療をしたりします。そして痛みが楽になるのであればここが原因だったよって話になりますか。ですか。なんで原因発見法をやって、そこが痛みが一番楽になるものが治療しないといけない場所だよってことを覚えてください。でまず上電皮神経ですけども、お尻ありますね、お尻、お尻の部分のちょっとど真ん中ちょっとより上ですね、この部分を自分でつまんでください。グッと。で例えば腰を動かした時に太ももとかが痛いとかであれば、この太もものお尻あるじゃないですか、お尻のところをギュッと握ってみて、結構痛いんですよ。これをしながら腰を動かして、あ、楽に動くってことであれば、いわゆる太もも外側が痛いっていうのがこの上電皮神経から来てるかもしれないので、この上電皮神経に治療しましょう。でどういうふうに治療するかといったら、この脂肪体を治療したりとか緩めたりとかね、っていうことをやっていくんだよってことをぜひ覚えてください。これはまず原因発見法、お尻をつまむだけです。そんな難しくありません。でこうお尻をつまんで痛みが出ない場合であれば、このお尻のところをこう緩めてもらって10秒ぐらいこう軽く緩めてみて、太もも外側が痛くないか確認してみてください。じゃあ2つ目何かというと、また長径靭帯ですね。長径靭帯はこの横側にありまして、まあ、いわゆる触ってる場所、痛い場所直接ですね。でやり方としては、こう長径靭帯こんな前から触るの、あの難しいんですけど、後ろからこう触っていくとコリコリしたものが当たりまして、でここがですね結構硬さが出やすいです。なんでちょうど太もも外側の真ん中、ここをこう緩めるんじゃなくて後ろ側まで回ってください。後ろ側まで回って前に持ってくるとコリコリしたものがあります。これが長径靭帯ね。でこの長径靭帯を一時的にまず緩めてみましょう。何かというと、ここを剥がす感じですね。コリコリしてるとこをグッと下からこう剥がすような感じで、軽く上から下まで軽く本当にねほぐしてあげてください。でこの軽くほぐすぐらいとまた戻っちゃうんですけど、これだけで例えば腰を動かして楽になったとか、外側が痛かったんだけどこれが楽になるってことであれば、長径靭帯が原因になっている可能性があるので、長径靭帯に治療してみてください。で3つ目何かというと仙腸関節ね。で仙腸関節はもうここなんですけど、仙腸関節は基本的に仙骨が真ん中にあって腸骨が左右からあります。でこれがねこうずれてしまってる可能性がありまして、これがねこうパカッと開いちゃってることがありますから、これをギュッと詰めていくっていう方法をします。で例えばね腰を動かした時に痛いとかね、あとはここ触って痛いとかであれば、仙腸関節お尻の外側ありますね、ちょっと真ん中にあるんですけど、お尻をグッと前に、ね、一番前にピッてしますね。この姿勢を作ってもらって、
して、このままお尻を真ん中に寄せます。ぐっ。そうすると、ちょうどね、ここの PSIS って言って、ね、ここの部分当たります。この仙骨のところですね。真ん中のところ。仙骨の真ん中行っちゃダメです。腸骨の外側。この部分からぐっと内側に詰めます。そうすると、仙腸関節が中に圧迫されていく。ので、いわゆるこう開いてたりとかする関節がギュッと締まりますから、安定します。なんで、前慣れして、ね、ぐっと後ろに詰めていく。ぐっと。で、この状態で腰を反ったりして楽になるのであれば、仙腸関節。もしくは、これでぐっと寄せて、太もも外側がなんか楽になってくるとね、10秒ぐらいぐっと押しておいて、楽になってくるということであれば、これは仙腸関節が原因かもしれませんので、仙腸関節に治療しましょうということですね。で、ここまで分かっていって、例えば仙腸関節した時は楽だったとね、上電皮神経で脂肪をやった時は楽だったということであれば、そこに対して治療しましょう。ですか？例えば、これ脂肪を抑えて楽になって、上電皮神経だって分かれば上電皮神経治療するわけですよ。この脂肪のところ治療するわけですよ。でもこれが分からずに仙腸関節治療して逆に悪化しましたとかあるわけね。大事なのはこの原因を見つけること、ここにもっともっとフォーカスしてください。この原因が分かっていけばちゃんと治療できます。逆に問題点が分からなくて原因も分からずに治療しちゃえば間違えちゃいます。無駄に時間長くなっちゃいます。逆に悪くしちゃいます。そうすることによって治らない時期が増えてどん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 悪くなっていって10年後動けないになっちゃいますから、大事なのはしっかり10年後も動けるように治療をしっかりしてください。根本的な治療です。その場だけじゃないんですよね。その場だけの治療でどんどんごまかしててね、悪くなってない感覚の方が一番ダメですよ。改善していくためにも根本を見つけてくださいね。根本を見つけていってそこを解決していけば必ず痛みって解決していきますから。ただね、この原因発見を使って原因は見つかった、でも治療法が分かんない、自分じゃできないってことであれば、私がねやってる整体院フッカーっていうのが全国展開してますので、ぜひね皆さんの町の近くにあるかもしれませんから、ぜひですね概要欄の方からチェックしてもらって、電話だったりとかメールで YouTube 見ましたってことで問い合わせして予約してみてください。はい、ってことでね、今日はこれで終わっていきますけども、本当にこうしっかり改善することすごく大事になっています。で、根本的に解決するためには自分の知識を増やしてくださいですか。何も知らずにただただもう言われるがままにやってしまって改善しなかったってよくありますか。自分で知識をつける、そのためにもね、ぜひ情報をしっかり発信してますから、ぜひ見ていただければ嬉しいなと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、高評価コメントいただけるとすごく嬉しいので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。ではですね、今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。